新型コロナウイルスのワクチン接種について加賀市はかかりつけ医での個別接種を中心とする基本方針を示しました。加賀市では地元医師会や医療機関と3回検討会を開き、ワクチン接種の体制づくりに向けて意見交換してきました。今日示された基本方針では、ワクチン接種は身近なかかりつけ医での個別接種を中心とし、かかりつけ医がいない場合は近くの医療機関や特設会場での集団接種で補うことにしています。医師会の先生方にお話を聞くと、日頃からやはり患者さんを見ている私たちが打つべきだというような意見が多数ありました。4月1日から接種が間に合うように加賀市では万全な準備を進めたいと思います。加賀市には2万2700人の高齢者がいて、4月からワクチン接種が始まる予定です。市では平日に31の医療機関で個別接種ができる体制を整備するほか、週末は市内3カ所に集団接種会場を設置し、速やかなワクチン接種を進めたいとしています。